前回は3年ぶりに実施された私服チェックのコーナーで盛り上がった選手たち。小池のガヤは面白かったな、うん、埋まってます。その後の木田選手の即興劇もさすがでしたよね、うん、今回は一体どんなトークが繰り広げられるのでしょうか。今日ですね、リーグ戦の成績表をご用意いたしまして、はい、うん、まあ、振り返っていきたいんですけど、今シーズン20勝8分け6敗、うん、まあ、そして見事最終節神戸戦で優勝を決めたわけですが、目の前の試合を大事にしてきたので、結果っていうところでいうと8月リーグ戦だけではないですけど、うん、結果が出なかった時期っていうところは、まあ、周りも大丈夫かっていう見られ方をされたと思うんですけど、うん、まあ、逆に燃えたというか、手のひらを返させるじゃないですけど、まあ、みんなとなら結果残せる自信があったので、そこを跳ね返せたのはチームとしてもすごく大きなことだったかなというふうには思います、うん、木田選手と同じく8月の試合をターニングポイントに挙げたのが岩田選手。ターニングポイントで言うと、はい、アウェー川崎戦の1対2で負けた試合なんですけど、はい、チームもその8月に4連敗してしまった中で、やっぱそこの試合はすごく大きかったですし、その8月のその4連敗っていう部分も、そのチームとしてちょっとうまくいかない時期だったので、まあ、でもそこでしっかり選手全員で話し合って前を向けたっていう部分はすごく大きかったのかなと思います。その言葉通り、9月は5試合で勝ち点11を獲得、リーグ優勝を手繰り寄せた月となりました。さらに9月はフィールドプレーヤーで岩田が唯一の全試合フル出場。今シーズンの F マリノスを語る上で欠かせない見事なパフォーマンスでした。僕はね、選手たちを本当頼もしく思ったのはホームの京都戦ですよ。浦和戦 3-0 から 3-3 になって、うん、福岡戦で負けてしまって、京都戦はこれ三沢だったんですかね、うんうん、この時の ね、選手たちのこの気概とか、こうなんていうんですかね、ピッチの外まで伝わってくる気持ちが、うん、でこの時の 2-0 で勝ってるんですけど、両サイドバックは得点決めてるんですよ。で、まあ、先ほど鳩さんも言われたように、まあ、浦和で3-0 からの 3-3 で、福岡で 1-0 で負けちゃったっていうところで、うん、まあ、ホームで負ける試合を見せるわけにはいかないっていうふうに、うん、まあ、僕自身も思ってましたし、チームみんなもそういうふうに思ってたと思うので、まあ、そういった中で挑んだ試合で、まあ、僕自身も年一のゴールを取れたことがすごく嬉しかったですし。実は松原選手、F マリノスに加入してから毎年必ず1ゴールを決めているんです。ある意味職人技ですね。そしてこの発言を見逃さなかったのが水沼選手。てかさ、県が年一ゴールって言ったら誰も拾わなくて、めっちゃ吹き出しそうになったはいはいとか言って、みんなうんうんとか言って、年一、うん、いいんだと思って、いや、なんか拾おうと思ったけど、なんか入るタイミングが難しかった。規模めちゃめちゃうんうん言ってたから、ね、来シーズンも松原選手の年一のスーパーゴールに注目です。そして私もちょっと今シーズン気になったのが、うん、マリンちゃんの登場。まあ、特に木田選手とか中川選手とかよくね、マリンちゃんとね、うん、絡んでるシーンよく見かけるんですけど、天真爛漫な感じで、うん、非常にサポーターの方を楽しませてくれてるのも見ますし、はい、非常にアグレッシブだなと。嬉しいですよね。めちゃくちゃ嬉しいですね。文句言ってるもんね。はい、マリンちゃんやたら来るんですよ、ね。文句じゃないです。文句じゃないの？すごいなって、あそこまで来れる。顔は文句言ってる時の顔で。あそこまでできるのがすごいなっていうのはあります。なんか人懐っこいというか。うん、でもなんかこう明るく照らしてくれる存在ではあります、ね、はい。続いて気になったのが、うん、最終節のヴィッセル神戸戦の、はい、まあ、3点目のシーンなんですけど。うん、これはね、もう来ましたよ。変わった高田からのテル。この一つ前にもね、中川選手に惜しくも合わなかったクロスっていうのありましたし、嬉しいゴールで。ここなんですけど、これなんか言ってるよね。ね、なんか言ってるね。水沼選手から。俺何言ったっけこれ。あんま自分でも。あんま自分でも。どういう話してるのかな。興奮しすぎて足大きくてよかった。俺の感想言ってるの。コウタ君が。興奮してたのはあるんですけど、うん、多分いや
お前ならここ来てくれると思ったよ、やっぱ決めるのお前だよって多分言ったんですよね。うわー、いいっすね。いい言葉、言ってると言ったなって思います。僕はね、ずっとスローにして何を言ってるのかこうやって見てたんですけどね、分からなかったんですよ。唇読んでますね。うわーって多分言いましたね。いい話ですね。いい話ですね。でもやっぱりね、あそこ交代で入ってきた中川選手に決めてほしいっていう気持ちはありました。そうですね、やっぱり同じポジションで切磋琢磨してこれまでやってきたテルでもありますし、やっぱりどっちかが出てないときはどっちかが出てるっていうことがやっぱ多かったんで、ああやって最後自分のボールをテルが決めてくれるっていうのは僕にとってはすごく大きなアシストだったなっていうふうに思いますし、で興奮しすぎて多分テルお前が決めてくれたらやっぱり良かったよって、さすがだよって言ったんだと思いますけど。いやーちょっと熱くなるな。あとね、逆もあるんですよ。僕テルと話した時に、コウタが E1 に、ね、代表を選ばれた時に、いやコウタ君は本当当然だよとか言って熱く言ってたんで。あ、本当ですか。同じポジションでこれだけもなんかこうお互いをねリスペクトし合えるっていうのは本当素晴らしいなと思いますね。はい、マイナスに来て同じポジションにあれだけの選手がいて、まあ、特徴は違うので武器にしていることが違うっていうことは、まあ、あるんですけど、すごく刺激をもらっているところはたくさんあるんで、なんか最後良かったなっていうのはすごく思いました。良かった、はい、本当に良かった。なんかもう本当にね、誰が出ても F マリノスっていう言葉がある通り、もうファミリー一丸となって取ったこのシャーレなんだなと、ね、本当ですよ。最後は優勝した5選手にこんな企画を用意してみました。優勝したからいいよね。キクマリぶっちゃけたということでですね、はい、もうしっかり優勝してシーズン締めくくりましたので、ここからは遠慮なくいろいろ聞いてしまおうというコーナーになります。はい、選手の皆さんには丸か×かでさまざまなぶっちゃけ質問に答えていただきました。第1問、ぶっちゃけ最終節ヴィッセル神戸戦はめちゃくちゃ緊張した、丸か×か。ほう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 、やっぱ田子も緊張するんかな。松原選手丸、ぶっちゃけ優勝した自分にこっそりご褒美を買った。お、岩田選手だけ丸。え、早いね。早いね。自分にですよね。ますね。やっぱりあれか、いや、ね、物じゃないです。食べ物ですよ。いいんです。じゃあ後で詳しく聞いていきますね。聞いていきましょう。ぶっちゃけ岩田選手より俺の方が愛妻家だと思う。丸か×か。それ俺も答えんの。木田選手丸。木田選手丸。美しいな。すごいじゃん。愛妻家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 。ブーン。ありがとう。その他の回答がこちら。まあこれ、キクマリを見たことがない、まあみんな見てくれてんだね。本当ですかね。あと木田選手のこのハテナはね、ちょっと気になりますね。いやでも絶対愛妻家だと思いますだね、第一問なんですが、神戸戦は松原選手と岩田選手が緊張したと。緊張しましたね。緊張した。はい、いつから。前の日の夜から。夜から、はい、緊張っていうのはどういった感じなんですかね。ドキドキバクバクしてました。へえ、寝られました。多分寝れたとは思うんですけど、なんかそんな寝たなって感じはなかったです。プレー見てても そこはま全然感じなかったけどね。感じないですね。それはでも他の試合とは違うんですか。あ、そうですね、なんかやっぱりリーグ優勝っていうそのタイトル初めてですし、その負けたらどうしようとかっていうのは考えてました。負けたらどうしようってやっぱりちょっと考えちゃいますよね。そうですね、やっぱり背負ってるものがね。松原選手は緊張されてたんですか。そうですね、まあ、僕は出場こそなかったですけど、常にこうベンチにいるときは僕が仮に出たときにはどういうふうにするかっていうのを常に考えてて、まあ、それをなんか考えれば考えるほどだんだん緊張してきたっていうのが試合前にあって、なるほど、負けちゃったらどうしようとかは全くなかったんですけど、まあ、そこは必ず勝てるっていうふうに思ってたので、まあ、そういった意味での緊張はありましたね。逆に水沼選手なんかは緊張されなかった。はい、まあ、いつも通りでしたね。夜もアップの時も試合始まる前も、なんかワクワクの方が大きかった。楽しみみたいな。すごい、こんなところまで来たんだみたいな、そっちの方が大きくて、
緊張っていうことはなかったですね。本当に人それぞれなんですね。そして岩田選手は優勝したご褒美にこんなものを。あのシーズン中は食べないんですけど、うん、カップラーメン食べました。それもありなの？カップラーメン好き。はい、まあ好きというか、うん、日頃我慢してる分、うん、やっぱ食べた時の美味しさ。美味しさは。やっぱ何味？ UFO です。UFO。焼きそば。焼きそば。はい。妻が買ってくれてました。幸せでした。ね、奥さんこっそり買ってくれたんですね。そうなんですよ。買ってくれてました。ね、優しいね。優しいね。分かってくれてます。UFO がご褒美だったということですね。うん、次気になったんですけど、はい、いやそう、インタビューの時猫かぶってるっていう。いやこれはね、ちょっと水沼選手が丸上げてましたね、うん、まず。あの龍の本性を見てもらいたいって俺は思うんですよ。そういつもと違う。この前のトリフェスの時もちょろっと映った時にもうまんま龍が出てたから、これこれって俺見て言ったの。これが龍だからって。確かにコウタ君ね、いつも言ってますよね。そう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 、めちゃくちゃもうお祭り男っていう感じで。そうなんですよ、実はそんな感じだけど、猫かぶってとかじゃないですけど、まあインタビューでは真面目にしっかり自分の意見を言う。でも本当の龍はこうだぞっていうのをね、どっかで見せたいんだけどね。だからもうトリフェスの時はもうめっちゃ言ったもん俺。めちゃめちゃ言ってました。なるほど、小池選手はあんなんじゃないって。面白いんだもっと。そう、本当はこれだぞって。確かに、うん、インタビューはいつもねすごく真面目に答えてくださって、うん、そう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 、そのギャップはすごいよね。確かに龍はすごいよね、ギャップすごい。なんかこう使い分けていらっしゃるんですか？まあそうですね、はい、頭いいんで、はい、まあそういうところは、まあ、メンバーとかはいろいろ見ながら役割変えるのね、はい、まあそうですね、だからここにいるんだと思います。分かってるんだね。分かってもらえる。最後の最後でまた小池選手が持っていきましたね。うん、文句なしで今回の MVP です。うん、ちょっと最後にじゃあ水沼選手にちょっと今日の感想を伺ってもいいですか？はい、多分僕菊間里に来たの15年ぶりぐらいなんですよ。すごい、嘘、多分1年ぶりかなんかに出た以来だと思うんですよね。わー、スタジオ来たの。すごい、だからあやっと来れたと思って、優勝しないと来れないんだここはってちょっと思いました。呼んでいいんですか？貴重な場。いやいやいや、いつでも来ていいんですよ。ウェルカムですよね。もうすぐ来ますよ、そしたら僕。毎週待ってます。はいはい、なのであの15年ぶりに来れてよかったです今日。いや、しかもこうやってねシャーレを持って来れたっていうのが、はい、いやいや、はい、歴史がすごいわ。素敵なプレゼントまで持ってきてくれて、はい、本当ですね、ありがとうございました。幸せです。はい、ぜひぜひまたスタジオお待ちしておりますので、はい、はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。